でもやっぱり幸せになりたいっていうのは人種も性別も宗教も音楽の趣味も好きなスポーツも全てを超えてみんなが思ってることだと思うんですよ。例えば縄文時代でも変わらない幸せになるための生き方っていうのは絶対にあると思ってて、Ladies and gentlemen, welcome to North Village. 2024年1月12日金曜日、出版社ノースビレッジより窪塚洋介の人生攻略本出版になりました。もしもこの現実に人生攻略本のようなゲームの攻略本のような幸せになるための本があったなら、そういうことを発端にしてそういう思いを言葉にしてこの本に込めました。人との向き合い方、気持ちや言葉の伝え方、この世界でバランスをとって生きていくコツ、自分や人の愛し方、幸せの感じ方など人生のねヒントを自分なりの小棚の言葉で記しました。皆さんもしよろしければぜひ書店やアマゾンなどオンラインにてご購入ください。6年ぶりになります、新刊ということで、今の我々に必要な、まあ一番言ったら自分にとって必要な言葉ですけれども、それを皆さんとシェアできればなと思って、辰年すごい始まり方しておりますが、どんな時代でもこの本の中に書いてあることっていうのは自分を導いてくれる道しるべになるんじゃないかなと思っております。ぜひご一読ください。 Ladies and gentlemen, please welcome the king of IWGP, the youngest actor ever to win best actor in Japan's Academy Awards, an actor who's played the role of Kichijiro in Scorsese's masterpiece Silence, one of the main actors in Netflix London BBC production of Giri Haji, one of Japan's top fashion models, a stage actor and a reggae DJ singer in Munchyline, a freewheeling, free-thinking rebel actor in the world's film industry, best-selling author of North Village, no injury, no pain, not even a scratch, one only in the world who can jump off a 9-story building and still survive. He's well known in Japan as the man who can fly. Here's the king, Yosuke Kubozuka! What から話そうかなと思ってたんですけど、やっぱりね、このみんな幸せになりたくてこう来たわけじゃないですか。まあ俺も幸せになりたいと思って、小さい頃から本当に幸せになりたいってね、そんなに不幸な生い立ちな方ではないとは思うんですけれども、でもやっぱり幸せになりたいっていうのは人種も性別も宗教も音楽の趣味も好きなスポーツも全てを超えてみんなが思ってることだと思うんですよ。なんでそのために今一番もう答えだけ言ってもうあと 4,5 分で帰ろうと思う言い切れれば 4,5 分でと思って、まあ、まずこれ一番大事だなと思うことも確信から言っちゃおうと思いました。すごい始まり方をした、元旦でした。1月1日能登地震震災というんですかね、こんな始まり方のお正月って、俺は今44歳でこんな始まり方をした正月ってなかったなと思って、羽田の火災もそうですけど、でももう10年20年以上前から何が起こってもおかしくないっていうのをもうずっと思ってて、ミスター・チルドレンのね、ちょっとタイトル今だけ忘れてますけど、わざと何が起こっても変じゃない、そんな時代さ覚悟はできてるっていう曲が僕が
52、3歳ぐらいの時かな、出ました。で当時はその意味も分からなかったし、まあなんか言葉の意味は分かってもその腹に落ちてこないような歌詞だったけど、今思い返してみるとそういうことなのかなっていうふうに思うような、本当、まあ本当に何が起こってもおかしくない世の中なんだなというふうに思ってます。みんなも大なり小なりそういうことに慣れてきて、まあ僕らが子どもの頃から一番前で一番大きくて一番強かったものが、なくなったりするようなその時代になってます。でそういうことに日々慣れさせられすぎて、例えばロシアとウクライナの、まあ、戦争と言っていいのかわからないんですけれども、ああいう事柄だったりとか、今のイスラエルパレスチナの事柄だったりとか、僕らが子どもの頃だったらとっても大きなニュースになっていたようなことも2日3日経ったらなんとなく次の波にもう飲まれてしまって、時代のスピードっていうかがもうとっても速くなりました。でもそんな時代でも、例えば縄文時代でも変わらない幸せになるための生き方っていうのは絶対にあると思ってて、そういうものを自分なりの言葉で今回皆さんに買っていただいたんだと思うんですけど、あ、これ買ってねえな人生攻略本っていう割とねライトなタイトルで本のタイトルをつけました。これは僕がつけた名前じゃないんです。傭兵なんです。でも俺は彼を信頼してるし、いや陽介さんこれは今回これだからって言うんで、いやじゃあお前がそこまで言うならもうそれにしよう、ちょっとライトだなとは思ったけど、でも自分一人でできることと仲間と一緒にやることってやっぱり力の出具合が違うし、自分がいいって思ってることも本当は世の中の真ん中に届くと思ってることもちょっとだけまあ2ヤードぐらい左だったり2ヤードぐらい手前だったりすることもあります。でゴルフのね、ちょっと僕はゴルフハマってるんでまだ2年経ってないですけど、ちょっとねヤードの例えしましたけど、打つ時にね握り方が1センチずれてるだけで打った時にもうその要は彼方で100ヤードぐらいずれるんですよ、ここの1センチが。でもそれって生きてくマインドと同じだと思ってて、ここでちゃんと照準を合わせて生きていったら自分が行きたいと思ってるところに、飛ばしたいと思ってるところにボールは飛ぶんだけど、それがなんかこんなになったりこんなになってたりしたらもう彼方でものすごい違いになってしまうので、それのここをどういうふうにしようかっていうようなことをこの本の中で書いたつもりです。つもりっていうか書きました。でそこの、まあ、ちょっと最初に戻ると、一番幸せになるために何をしたらいいかと思ったら、自分の心の声を聞く、まずこれに尽きると思います。1番心の声に聞く、2番1番を絶対にやる、もう以上。ありがとうございましたその自分のために生きて、自分が幸せになるために生きてんのに、なんか人に合わせすぎちゃったりとか人のことを気にしすぎちゃってるうちに、自分が本当に何がしたかったかとか何が好きだったかとか、そんなことも忘れちゃって、でいつの間にか日々の生活に追われてるっていう経験が、まあ俺もあったので、まあそういうふうにねな人もいるんじゃないかと思って話してますけど、まず自分が何がワクワクするか、何が好きか、何をしてる時ドキドキするかっていう、いい意味でねっていうのを、そのまず絶対にその目をそらさないというか、
声を聞く。で、生きたいように生きればいいよっていうふうには軽はずみには言えないけど、でもなるだけできる限り自分が生きたいように生きるっていうことがもう絶対に幸せになるための条件だと思います。大きな条件の一つだと思う。で、それはこっからいきなり腸活の話になっていくんですけど、ちゃんとリンクしてるんで聞いてくださいね。発売から1週間で重版決定、久保塚洋介の人生攻略本。もし人生にもゲームのような攻略法があったとするならば、向き合い方、付き合い方、愛し方、捉え方、伝え方、バランスの取り方、楽しみ方、幸せの感じ方、大切なことをシンプルに。紆余曲折、上下左右、急転直下あった久保塚洋介が積み重ね改良し続けた幸せになるための人生の攻略法、久保塚洋介の人生攻略本、全国書店アマゾンにて絶賛発売中。Thanks so much for coming. Please go home safely. I don't forget to always welcome on the wild side.